はい、じゃじゃん、じゃじゃん、どんどんいきます、どんどんいきます、はい、次、弾録ですね、うん、ポーランド公演記念コンサート、そうです、開催されます、はい、もう弾録といえばトゥインクルと並ぶ、うん、いやもう弾録様ですから やめて弾録様ですから、やめてやめていいね、なんかガールズ特集、いいですねそう、あのポスターがあったしどこどこどこ後ろにポスターがあったよ、おぶちゃん、ありましたこれダメだよ、ちゃんと見なきゃ、ポスターね、はい、ありました、ポーランド、失礼した、ポーランド、公演記念コンサート、あ、すいません、いきなりこんばんは来てくれました、ソーシャルストリーム、皆さんあの言い忘れてましたけども、うん、ソーシャルストリームでぜひあのメッセージの方じゃんじゃん送っていただきたいと思います、はい、はい、5分前、こんばんは、ありがとうございます、こんばんは、ということで、ポーランド公演記念コンサートが行われます、うん、これはですね6月19日に、実際ポーランドの方へ弾録が出向きまして、うん、トシェンサチ国際ギター音楽フェスティバル、すごい名前だよね、うん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 、ここにですねゲスト演奏として我ら弾録がすごいですね、招聘されたわけですよ、そう、このコンサートの、ね、名前もあれですもんね、うん、あの弾録のアルバムの名前がそのまま使われてるらしくて、うん、ロックオブモーツァルト、モーツァルト、そう、すごい、チラシにも大々的に出てましたチェックしてますから、すごいねしかもこれは12年前の、うん、ニーボリギターアンサンブルの演奏がきっかけでつながってるんだよね、ね、あの小山先生が指揮をしてた頃でしたよね、はい、知る人ぞ知る、そう、はい、あの頃の演奏が今につながっていると、うん、ね、まあ、さっきも言いましたけどロック・オブ・モーツァルトの CD も非常にもう大絶賛発売中でございまして、そうです、ね、トゥインクルもね、そう、お前のカーネーションを、そう、カーネーションを送れよ、もう並ぶトゥインクル勝ってるのかな、うん、ちょっと勝ってるのかな、並ぶ並ぶね、いやいやいや、あの勢いで、あの好評発売中ですので、あの、はい、ぜひ皆さんもチェックしていただければと思います。はい、でそして、そのコンサートをですね、ポーランドでのコンサートを、うんうん、記念しまして、日本でも、公演が行われます、はいはい、東京公演が6月8日日曜日ですね、うん、はい、こちら国際ニーボリ芸術学院東京校となっております、お茶の水に ね、ありますけれども、はい、そちらの地下にありますギターギャラリー N、はいはい、というギター専門のホールで、こちら行われます、はいはい、で続きまして、うんうん、声がね出なくなってきた、本当ですか、大丈夫ですかなんだろう、トムさんがいつもここで声が出ないって言うんだけど映ったかもしれない、マジですか、失礼しました、富士山公演がね、富士山公演が、6月15日日曜日にですね、はい、そうですね、こちらニーボリ学園、はい、本館3階の、オーケストラスタジオにて行われます、はい、はい、どちらもね、もちろん CD も発売いたしますし、はい、サインもいただけますんでね、そうですね、はい、興味ある方は、お、はい、こんばんは、こんばんは、大野さんハートついてる、知ってるぞ、君知ってるぞ、誰か、私はハートがついてるねまあね、やつですよ、やつやつか、ありがとうございます、今日見てくれてありがとうねということで、そう、今日は大野ちゃんがいます、そうです楽しいですよということで、ぜひ国内、はい、ね、記念公演応援していただければと思います、はいはい、ぜひね、ポーランドまで行ける元気のある方、うん、そうですね、ポーランドまで出向いていただければと思いますけれどもね、はい、はい、ぜひよろしくお願いいたします、はい、そして次、はい、次、じゃじゃん、じゃじゃん、はい、ギタリスタス日本公演2014、あ、これもポスターがありましたね、はい、すいません、あ、そうですね、これも後ろにありますね、6月の29日の日曜日、はい、はい、こちら第1部と第2部ありまして、第1部が10、失礼しました、1時からですね、1時から、うん、で第2部が4時からということで、そうです、うん、はい、こちらは、ね、あのプログラム全然違いますから、あ、本当に1部と2部で、そうなんですよ、すごいよね、毎年もパワーアップしてますけども、うんうん、まあ、ニーボリメソードの、まあ、オリジナル楽器ですよね、はい、各種音域ギターによる、まあ、最新のサウンドを学ぶことができるコンサートとなっております、もう坂本先生ね、奈良ニーボリギターの坂本先生、ね、今日もいらっしゃってましたけれども、はい、毎年トリを務めてくださってて、会長がね、やっぱりこう、なんだろうね、うん、我々にはこう出せない
そうですね、何でしょう、深みがあるというか味があるというか、まあ、いろんな経験を積まれてこその音だと思うんですが、うん、そうですね、素晴らしい坂本先生への鳥もあれば、はい、あの我らが寺田和之先生ですよ。そう寺田先生のね、ねえ、あとはもう尊敬する田口先生ですとか、うんうん、ね、のソロも楽しむこともできますし、はい、金子先生とかね、あのエレキギターのソロでいつもあの、うん、いろんな曲やってくださいますけれども、うんうん、エレキギターですとか、あとはチェンバロギターっていう、あの知らない方のために言います、あの指先に針をつけて弾く楽器です、うん、はい、チェンバロと同じ音色のするチェンバロギターっていうのがあるんですけども、うん、その独奏ですとか、もちろん重奏もありますね、うんうん、はい、基本的にはあのアンサンブルではなくて、うん、独重奏をメインにお届けするコンサートとなっております、はい、まあ、先生方が1年間こう研究した成果を、まあ、新堀先生にもこう指導を受けて、まあ、お客様にこうご披露するような会となっているわけなんですよね、はい。オロちゃんはちなみに、ちなみに参加させていただきます、うん、独奏と、おお、はい、素晴らしい、よろしくお願いします。え、独奏はちなみに何を弾くの？独奏、あ、うん、曲、ですね、うん、まあ、曲はダウランドの涙のパバーヌっていうの、うん、来た、弾こうと思ってるんですけど、これがまたこれね、これね、すごいよ皆さん、すごいっすよ、オーロちゃんのね、涙のパワーヌはね、涙が出る、本当に。本当ですか？ うわ、ハードル上がった。私大ファン。本当ですか？学生の時弾きましたよね。はい、再演だじゃ。そうなんですね。しかも、ね、しかもあれなんですよ、うん、楽器が普通のクラシックギターじゃなくて、じゃない、うん、リュートギター。来たー。来ました、拍手が上がりました。あれ去年もリュートギターだった。リュートギター弾いてましたね。すごいね、なんかもうリュートの人になっちゃったね。そうですね、リュートになろうかな。いやでもね、これがギタリストの日本ですよ、うん、はい、やっぱり普段とは違う先生の一面を見ることができるんですよね。いや、まさか大野先生がそうなんです、リュートを演奏してくれるとは非常に楽しみですね、はい、ちなみにトゥインクルも参加しますね、うん、曲はあの、うん、オリジナルで、うん、ストロベリーラグっていう、あの先日ね、あの、はい、ニーボリギターアンサンブルの茅ヶ崎公演ね、はい、披露した、そうだそうだ、初演で、あれね、はい、いいよね、畑中先生の曲ですよね、はい、畑中雄大先生作曲の、じゃあ2回目になるのかな、演奏するの。そうですね、そうだね、さあ茅ヶ崎公演にいらしてない方はですね、うん、ぜひその新しい曲を聴きに、はい、あのお越しいただきたいと思います。ちなみに先ほどお話ししたあのダンロックさんももちろん演奏いたします、はい、あとはギタロンの独奏とかもあるのかな、今年あるよね、うん、だとか、あのバスギターの独奏ですね。そうですね、はい、いろんな、楽器を楽しむことができますので、はい、ぜひぜひ皆さんご来場いただきたいと思います。はい、お願いします、はい、で、はい、次はで、もうないかな、うん、これで終わりかな。あ、じゃあ以上ですかね、はい、以上ですね。なんとも緩い感じですけれども、本日ニーボリニュースは以上ですね、うん、以上です。さあということで皆様、なぜですね、はい、なぜ今日この2人が揃っているのかと言いますと、そう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 、はい、何を隠そう、我々はですね、はい、ニーボリギターアンサンブルのメンバーなんでございます。そうなんです、はい、私喋ってるだけじゃないんですよ、うん、そうですね、一応練習、練習じゃない、練習じゃないよ、演奏してるんですよ。なんかね、最近仕事を間違えることが多いんですけどね、トムさんと私喋ってばっかりで、イメージが、そうですね、司会とかよくやってらっしゃるんですけど、あ、また聞きたい、聞きたいです、聞きたいです、何を。あれか、あれ、あ、ギタリストス日本のね、ごめんね、ぜひぜひ来てください。もう送ってるのが誰か分かってるからさ。確かにね、冷たい言葉言っちゃう、何をとか言っちゃった。ごめんね、これだよね、大野先生のね、演奏聞きたいってことですよね。ありがとうございます。はい、すいません、あら、トムさん、トムさん、チラ見ましたね、チラ見した、チラ見したなら喋ってってよっていうね。そう、あの、ここにあの窓が、そう、そうなんです、ここに、そう、みんな、ほら、ほら、トムさんが写真撮ってる。もうなんか一言ですね、今日ね。そうですね、ほんと、そう、あの窓があって、あのスタジオが誰でも見学できるようになってるんですよ。だからみんな結構変な顔して覗いたりとかで、そうそうそう、この間もトムさんと私がギター持って演奏し始めた時に、はい、マエストロ寺田和之が来たわけですよ。来たか、あの人。あれすごかったですよね、あのタイミングね、ほんと困るの。そっか、っていうね、まあそれも生の面白さかなと思いますが、うん、はい、ということで話を戻しましょう。はい、そうでした、そうでした、そう、
我々喋ってるだけじゃないです、はい、ちゃんと演奏しますよ。はい、ニーボリギターアンサンブルのメンバーでございまして、はい、まあ、この間ねちょっと終わっちゃいましたけども、こちらです。そうですね、はい、茅ヶ崎公演ね、うん、ポピュラー名曲コンサート in 茅ヶ崎、うん、はい、と、まあ、オーソドックスなニーボリギターアンサンブル NE 公演2014ですね、はい、はい、こちらが、ね、大盛況で終えることができました。ご来場いただきました皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、とてもあの温かい拍手の中で演奏することができましたけども、はい、面白かったよね、うんうんうん、3公演もねやらせていただいて、そう、茅ヶ崎はね、うん、初めてだったけど、どうでした？あ、ポンちゃん演奏してみて、演奏してて、うん、お客さんのすごいノリがいいなっていうのを感じて、ね、そう、そう、演奏しやすい感じ。本当ね、茅ヶ崎はね、いいところです。うん、私も住みたい、ね、住みたいってぐらい大好きなんですけど、あれだよね、なんかもう拍手がさ、うん、あったかかった。あったかかった、茅ヶ崎の皆さんね。そうですね、曲が終わる前からもう拍手をくれたりと か、 そうそうそう、なんか早い時に曲目いっただけで拍手来てるね、うん、来てましたねそう、ここでみたいな、ありがたきありがたき、ね、あとはもう教室周りの商店街の、ね、皆さんとか、うん、たくさんの方お越しいただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。ぜひまたね、あの来年とか近いうちにあの、はい、やらせていただければと思います。そうですね、はい、あのあれですよ、波乗りジョニーとか、うん、そう、ね、あの永遠のゼロで使われたあの桑田さんのホタルですね、 とかね、とかやっぱ茅ヶ崎にちなんだプログラムで、はい、あのポピュラー名曲コンサートっていうタイトルなんで、うん、まあ、映画音楽を中心に演奏しましたけど、そうですね、やっぱなんか楽しかったですよね、うん、みんなが知ってる曲をこう弾いて、そうそうそう、ね、楽しむことができました、うん、はい、そしてこっち、はい、でこっち、うん、藤沢と東京、ね、藤沢公園、こちらはですね、まあ、ご覧になった方はお分かりかと思うんですけれども、はい、まあ、ちょっといつもの NE とは違いまして、大編成という形で、はい、うん、だいたい20人ぐらいがオーソドックスな NE なんですけれども、そうですね、プラス10名以上いたか、いましたね、いたよね、うん、30何名いたよね、うんうん、大編成でお届けしまして、はい、やっぱりこう人数が増えると演奏できる曲とか表現力も変わってきますんで、うん、そうですね、まあ、ちょっと今年は新しいものをこう皆さんにお見せしようということで、まあ、こういう企画になったわけなんですけれども、はい、これどうでした、やってみて、やってみて、うん、やっぱりいつもより音の厚みがあるっていうか、うん、ね、ね、なんか楽しかったですよね、うん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 、すごくあの各パートも倍以上やっぱりいたかな、そうなんです、あの我々の、国際ニーボリ芸術学院教授でもいらっしゃる百瀬先生のね、百瀬健吾先生の曲とか、そうですね、やっぱりこうダイナミックな曲なんかはすごくいいよね、そうそう、大人数で弾くとね、うん、あとエレキのソロなんかもありましたからね、あ、そうそうそう、これね、うん、あの大好評でした、そう、はい、藤沢教室主任の高垣、そう、高垣純先生、純先生の、うん、あのピーターソンですよ、オスカーピーターソンのエレキソロです、自由への参加がですね、うん、非常にあの大人気でして、はい、面白かったですよね、うん、あとは新譜ですよ、あのファリャ寺田先生が、そうでした、編曲した、そう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 、ファリャとか、はい、結構ねプログラムが本当多彩でした、うん、ドボルザークの、ね、ね、ゲンセレとか、うん、結構面白かったんじゃないかなと思います。